からいただいたスープラ純正マット。これがね、スープラ用のりとしてはね、クリーニングしましたからね、柔軟剤もかけました。うちの家にあったゴミがお宝になると、なんとスープラクラマット洗っております。よみがえれ名車再生です。最近はもう人生がやばいな。アリエル柔軟剤撒いちゃいましたよ。これね、マット洗いのポイントなんですよ、柔軟剤。本当ですか？愛がないね。漂白剤入ってる。しかもこれは高さにするんです。水の流れを変えるために。クワマットここまで洗いますね。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。クワマットから。漂ってくる。漂ってくる。だって20年間眠ってたんだから。20年間の歴史に息を吹きかけてるんだ。めっちゃいいね。びっくりですよ、フロアマットも。まさか水かけられるとは。これね、ちょっとなじませる。あ、いいですね。いける。洗濯です。柔軟剤。これがね、アニヤさんからいただいたスープラ純正マット。クリーニングしましたからね。柔軟剤もかけます。俺にとってはただのゴミだった。そのマーブル柄がいいんですか？これ電気モデルなんですよ。これほら高級感が全然あるじゃん。アニヤさんね、俺にとってはただのゴミだった。そのマーブル柄がいいんですか？これ電気モデルなんですよ。これほら高級感が全然あるじゃん。だ。まあ今回何と言っても何と言っても今回の一番のカスタムは純正マット。これが一番ですよ。もうこれに勝るカスタムはない。純正マット。ちょっと電気用ですけど、このふかふかな高級感のあるオリジナルマットをゲットしたんで、ずっと欲しかったんです。そんなに純正大事ですか？純正マット。すっごい。よかったです。大事に使います。僕の家の、あの玄関に転がってた。そんなものでいいのかみたいな。